からかい上手の高木さんは、山本隆一郎による日本の少年漫画、月三の付録小冊子、し、月三ミニにおいて、2013年7月号から連載開始。月三本誌で連載していた、札付きの京子ちゃんが2016年7月号で完結した後、月三に移籍して2016年8月号から定期掲載となった。2016年、第二回時に来る。 漫画大賞にノミネートされ、18位にランクインしている。2021年、第66回小学館、漫画少少年向け部門を受賞。2021年9月時点で、シリーズ累計発行部数は1000万部を突破している。中学校の同級生同士である、西方と高木さんのやりとりを描く、ラブコメディ。高木さんが西方をからかい、西方は、 高木さんに仕返しをしようとするが、高木さんに見破られてしまうという二人の関係性を軸に西方の視点から描かれている。各話をつなぐ明確なストーリーはなく、西方と高木さんの間の一つの出来事が一話に収められている。舞台について著者の山本は特定のイメージした場所はない、どこかの田舎。 また自身の地元イメージについては意識していないと述べているが、山本による他の作品である、京子ちゃん、明日は土曜日が本作品と同じ舞台の中で描かれていると、おぼしき描写がある。京子ちゃんの舞台は高校になっているが、明日は土曜日の舞台は同じ中学校で、その主人公である女子三人組と西方と高木さんは同じクラスである。また舞台は異なるが、 同作者の、くのいちつの胸の内一巻おまけ漫画に、高木さんが登場したことがある。月産2 0 1 2年7月号に、本作のパイロット版といえる同タイトルの読み切りが掲載された。主要な登場人物の名前も、高木さんと西方で連載版と同じであるが、高木さんの顔が、連載版よりも、意地悪そうに描かれているほか、 西方も目の描写が連載版と異なっており、視力が悪い設定となっている。単行本第2巻に番外編として収録されている。また、連載とは別に、週刊少年サンデー2014年28号と、月32014年7月号を2016年1月号と5月号から7月号に出張掲載されたほか、 月刊猫だのみ2016年8号にも掲載された。本作品はほぼ高木さんと西方のやりとりのみで成立しており、1話の中に西方と高木さんしか登場しないことが多く、他の人物が登場しても背景のうちの一人でしかないことも多々ある。担当声優は、突起がない限りアニメ版の声優を示す。2017年1月に、 月産新人賞2017春期の特別企画として、高木さ山灰と題し、スピンオフ漫画の募集が行われた。最優秀作品の即連載を確約して募集され、グランプリを受賞した以下の2作品が2017年7月より、結果発表と、ほぼ同時に連載を開始した。月産2017年8月号で、テレビアニメ化が発表され、 2018年1月から3月までアニメの迷惑にて放送された。番組内で読売中高生新聞で連載されていた明日は土曜日も放送される。2018年7月12日には新作 OVA を付属した単行本旧館特別版が発売。第2期から会場図の高木さんには2019年7月から9月まで東京 MX 他にて放送された。 また、BS 放送は BS11 からの地に、第1期の再放送を行った、BS 日テレに変更となる。第3期、から会場図の高木さんさんは2022年1月より放送予定。原作では特に舞台となる地方や地域は、明記されていないが、アニメ化に際しては、原作者の出身地である小豆島との象徴近辺が、 舞台に設定されており、校舎などの描写は同等に実在する都の省庁立、都の省中学校が特別協力している。2018年3月より、アニメの1シーンを GIF 動画にしたものがギフマガジンにて配信されている。スタッフ主題歌を P、オープニングテーマはシリーズを通して、作詞、作曲、歌を大原ゆい子、編曲を吉田城が担当。 ED 第1期、第2期ともに、高木さんが、J、J-POP の楽曲をカバーしている。その他、クアリスト放送局 BD、DVD ウェブラジオ高木さん役の高橋リ恵による、ウェブラジオが、音泉にて配信。第1期、TV アニメ、から会場上手の高木さんプレゼンツから買い、上手の高橋さんラジオは、2017年12月20日に、プレ配信後。 2018年1月10日から4月4日まで配信された。第2期 TV アニメカラカイ上手の高木さんプレゼンツから買い、神手の高橋さんラジオには2019年7月3日より配信。アプリカラカイ上手の高木さんアラームは2018年3月12日より配信発売しているゲームゲートのアラームアプリ。しボイスが収録されていて、 起動時の表示画像はランダムで変化する。からかい勝負の高木さんは2019年7月20日よりアンドロイド版が8月20日より iOS 版が配信されているジョルダン CEO リミテッドのゲームアプリ。高木さんとじゃんけんで勝負し高木さんに負けると勝ちとなる。一定回数以上高木さんに負け続けるアプリ内でのガチャ。 購入により高木さんの AR 機能を楽しむことができる。VR アニメ2020年5月22日より、カヤック発売の VR アニメ、カラ会場図の高木さん VR1 楽器を、オクルスストアおよびスティームストアで発売。対応は、オクルスリフト S、オクルスリフト、HTC ビベ、HTC ビベプロ HMD。主人公の西方の目線で、 高木さんからのか,らかいを記事体験できる。2020年12月3日に、か,らかい上手の高木さん VR1&2 楽器も発売。エープリルフールネタ2018年のエープリルフールには、高木さんの小学生時代を描く、か,らかい上手の高木ちゃんのアニメ化という嘘の発表がされた。テレビアニメ第3期と共に制作が発表された。 2022年に公開予定。恋に恋するゆかりちゃんに関するカテゴリからかい上手の高木さんに関するカテゴリからかい上手の高木さんにに関するカテゴリからかい上手の高木さんさんに関するカテゴリ,かかさんさんテゴリ TV アニメ。からかい上手の高木さんプレゼンツから買い。上手の高橋さんラジオに関するカテゴリありがとうございます。